おはようございます、えー。皆さんはイエス様の虜になっているでしょうか <laughs> という今日のタイトルなんですけど、あの今日読んでいくのはローマ書の6章の後半を読んでいきます。えー、この6章の後半は神様の奴隷になろうという話なんですけれども、 奴隷という言葉は、ちょっと強制的に労働させられるという意味があの強くて、それは神様の望みでもないし、パウロが言いたかったことでもないので、なんか他にいい言い方はないのかなと考えて、それでこの虜という言葉をちょっと思いつきた、思いついたので題にしてみました。 とりこになるというのは、まあ、漢字で書くと、あの、捕虜という字の、量という字で、もともと捕虜になるという意味ですけれども、でも、心を奪われて魅了されるという意味もあるので、こっちの方がイエス様と私たちの関係をよく表しているんじゃないかと思います。なので、今日は、 イエス様の虜になりましょうというお話をしていきたいと思います。それでは最初にローマ書の6章の15節から16節、最初の2節だけ読みます。ではどうなのか私たちは立法のもとではなく、恵みのもとにいるのだから、罪を犯そうということになるのでしょうか 決してそうではない。知らないのですかあなた方は、誰かに奴隷として従えば、その人の奴隷となる。つまり、罪、罪に仕える奴隷となって死に至るか、神に従う奴隷となって義に至るか、どちらかなのです。<laughs> ここでパウロは、私たちは、罪の奴隷になるか、 神様の奴隷になるか、どちらか一方しか選べないのだと言っています。で、あの、ちょっと言葉の解説になっちゃうんですが、英語だとここでは神様の奴隷という言葉は使われていなくて、従順さの奴隷というふうに言われているんですが、これは元々の言語に即した翻訳です。 でも意味としてはここで全体的に神様に従順に従うということを指していますし、後で22節にあの英語の方でもはっきり神様の奴隷になるという言葉が出てくるので、ここでも神様の奴隷というふうに意味で考えて問題ないと思います。えー とにかく、ここのポイントというのは、私たちは罪に従うか、神様に従うか、どちらか一方の生き方しかできないのだということです。その理由は、私たちは自分の力で罪の力から自由になることはできないからです。自分は何にも縛られないで、 だから神様なんて、あの、自由に生きたいから神様なんて必要ないんだ、と思うというのは、一見そんな生き方ができたら、一見自由な生き方なような感じがします。でも、それは実は自分の罪の奴隷になっているだけです。なぜなら、 自由に行きたい、誰にも縛られたくないというのは、結局のところは自分の願望や欲望を最優先にして自分を神様にしているだけになってしまうからです。自分はそんな自己中心的にはならないで、ちゃんと自分をコントロールできるから大丈夫だと思ったとしても、果たしてそうでしょうか 自分をコントロールすると言っても何を基準にどこまで何を自分に許すんでしょうかその基準と判断をいつも正しく保つことのできる人はこの世に存在しません私たちは自分の人生をいつも正しい方向に導くことができるほど頼れる存在では ないんです。また、他の誰かにその役割を担ってもらおうと期待することも心もとないことだと思います。絶対に頼りになるというのは神様しかいません。そして、神様に従うかどうかは、イエスかノーかどちらかだけです。 神様に従わないということは、神様以外の何かを頼りにするということで、それは結局罪に従うということになってしまいます。だから私たちは、神様に従うか罪に従うか、そのどちらかしかなくて、その中間の中立的な立場というのはありません。 それでは17節から18節に進みます。しかし、神に感謝すべきことに、あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から聞き従って、罪から自由にされ、義の奴隷となったのです。 私たちはもう罪の奴隷ではないと言われています。かつてはそうだったけれども、今はもう違うのだと言われています。なぜなら、伝えられた教えの基準に心から聞き従ったからだと言われています。この伝えられた教えの基準というのは、 イエス様が私たちのために十字架で死なれてその三日後に復活されて私たちに罪の許しと永遠の命を与えられたという基本的な教えを指しています。でも同時にここで基準と日本語で訳されている言葉は模範とも訳せるのでイエス様を模範として 自分を犠牲にする愛を目指しなさいという意味も含まれています。それがイエス様の最初の弟子たちから始まって、そしてパウロにもローマの人たちにも伝えられていって、そして代々の教会が受け継いで私たちにまで伝えられた教えの基準です。それからこの伝えられた という言葉にも、日本語でも英語でも訳しきれていない意味があります。原文だと、引き渡すという意味の動詞の受け身形が使われていて、なので全体を直訳すると、あなた方に引き渡された教えの基準という風うになります。 でも、実は、訳し方はもう一つあって、あなた方が引き渡された教えの基準というふうにも訳すことができるところです。でそう訳すと、引き渡されたのは教えではなくて私たち自身になりますし、そして引き渡したその主語は人間ではなくて神様になります。 おそらくこちらの方が本来の意味だと思います。イエス様の愛を伝えていくというのは人を通してですけれども、それは神様がしてくださることです。私たちがイエス様を信じたのは、私たちがそう選択する前に神様が私たちを招いてくださったからです。さらに言えば、 私たちがもう罪の奴隷ではなくなったというのは、まず何よりも、それが神様の私たちに対する望みであり、そして神様が私たちにそうなることを可能にしてくださった神様の働きです。ただし、その神様の働きを受けて、それに心から聞き従うというのは、 私たちの応答です。この心からというのが大切なところです。このことはこれまでもパウロが何回かこのローマの人たちへの手紙の中で強調してきた点でした。二つだけ箇所を挙げます。例えば2章の29節にはこうありました。 内面がユダヤ人であるものこそユダヤ人であり、文字ではなく、例によって心に施された活礼こそ活礼なのです。もう一つは、ちょっと前に挙げた、読んだ五章ですけれども、五章の五節。この希望が失望に終わることはありません。私たちに与えられた、与えられた精霊によって、神の愛が私たちの 心に注がれているからです。このように、イエス様の愛を知って、受け取って、私たちの心がそれによって動かされるということが、私たちが罪の奴隷ではなくなるために必要なことです。今日のテーマに沿って言えば、イエス様に心を奪われて、イエス様の虜になることです。 それは私たちに働く精霊様の働きであると同時に私たち自身がその心に従ってイエス様を信じて生きる決心をする理性的な判断でもあります。それでは罪の奴隷ではなく神様の奴隷。 または、イエス様の虜になって生きるというのは、具体的にどういうことなのか、残りの19節から23節を読んで考えていきたいと思います。あなた方の肉の弱さを考慮して、私はわかりやすい物言いをしています。かつて、五体を 穢れと不法の奴隷として捧げて不法に陥ったように、今は五体を義の奴隷として捧げて聖なるものとなりなさい。あなた方は罪の奴隷であった時は義に対しては自由の身でした。ではその時どんな実りがありましたかあなた方が今では恥とするものです。その行き着くところは死です。 しかし、今や罪から自由にされて神の奴隷となり、聖なるものとなるための実を結んでいます。その行き着くところは永遠の命です。罪が支払う報酬は死です。しかし、神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命なのです。 パウロはここで、あなた方の肉の弱さを考慮して、私はわかりやすい物言いをしていますと、えー、断りを入れています。えー、おそらくこれは、奴隷という言葉が強すぎることへの釈明だと思います。 当時のパウロの時代の社会の奴隷制というのは、16世紀頃から始まった奴隷貿易ほど非人道的なものではなかったと言われていますけれども、それでも奴隷は強制的に奴隷にさせられるのであって、自発的に好んで奴隷になるような人はもちろんいませんでした。 でその点は神様の奴隷には当てはまらない点ですで。そのことをパウロは釈明しようとしたんだと思います。でも、奴隷は自分の主人に服従するのが当然で、奴隷はその主人の家に属していて、主人の所有物であるとされたことは神様の奴隷にも共通することです。私たちは 自分の望みではなくて、主人である神様の望むことを行い、神様の家に属して、そして神様のものです。でも私たちはこれとは正反対のことを繰り返してしまいます。あなた方の肉の弱さを考慮してとパウラが言っているのはそのことだと思います。私たちは神様の望みよりも自分の望みを優先して、 神様の家を飛び出して自分の人生は神様のものではなくて自分のものだと思い込んで勝手な道を歩みます。罪の奴隷に逆戻りする性質は私たちのうちにしぶとく残っているからです。だからパウロはここであえて奴隷という強い言葉を使って罪の奴隷ではなくて神様の 奴隷になりなさいと教えました。それが具体的にどう生きることかというと、かつて五体を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に陥ったように、今は五体を義の奴隷として捧げて聖なるものとなりなさいと言われています。 今日の箇所というのは前回読んだ箇所と重なる部分がとても多いんですけれども、ここは本当に前回読んだ箇所と似ていて、やっぱり禁欲的な生活を進めているのかなというふうに聞こえますし、確かにここでは道徳的な生活をしなさいという意味が含まれています。でも、この穢れを避けなさいとか、この聖なるものになれというのが、 私はとても誤解を生じる言葉なんじゃないかなと思います。まるでこの世の生活は気らわしいから、やっぱり禁欲的な生活を送って、よすて人になれと言われているような感じがしてしまいます。そしてそこからさらに、だから不道徳な人たちとは付き合ってはいけないという誤解にもつながると思います。 それは、イエス様の生き方とは、正反対の生き方です。イエス様は、罪の中でどうしようもなくなっている私たちの世界に、この世界のただ中に来られた方であって、そして、人からは、不道徳で罪深い人たちだとされていた人たちの中に、進んで入っていった方でした。ですから、 聖なるものになれというのは、不道徳を避けろという意味以上に、イエス様に習って自分の勝手な価値観、また偏見を捨てて、どんな人のことも愛して生きていきなさいということです。最後に、 ヨハネによる福音書にあるイエス様ご自身の言葉を読みたいと思います。ヨハネの13章の12節から17節です。こうしてイエスは弟子たちの足を洗うと上着を着て再び席について言われた。私があなた方にしたことがわかるか。あなた方は私を先生とか主とか呼ぶ。そういうのは正しい。 私はそうである。それで、主であり、死である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合うべきである。私があなた方にした通りに、あなた方もするようにと模範を示したのだ。よくよく言っておく。しもべは主人に勝るものではなく、 使わされたものは使わしたものに勝るものではない。このことがわかり、その通りに実行するなら幸いである。私たちは一生かかってもイエス様にはなれません。それでもイエス様がしてくださったように、イエス様を習って、互いに愛し合って、 他の人に仕えて生きるなら、私たちはイエス様の奴隷として立派に生きていることになります。それは人間の主人が自分の奴隷を強制的に労働させるようなものとは全然違います。イエス様はしもべになった主人であり、自分のことよりもしもべのことを愛して、 しもべのために命を捧げられた主人です。そして私たちの、そう、そういうふうにすることによって私たちの心を奪って虜にしてしまう主人です。だから、もう家に戻ってきなさいと命令されるまでは今それぞれが使わされているところでイエス様の喜ばれることを求めて 歩み続けましょう。お祈りします。私たちの主イエス様、あなたが私たち一人一人の人生の中に、生活の中に入ってきてくださったことを、入ってきてくださることをありがとうございます。私たちはそれぞれに抱えている問題があり、痛みがあります。 それでもあなたの愛に支えられてここまで歩んできました。どうかこれからも私たちの一歩一歩をあなたに帰ってきなさいと言われるその最後の時まで一歩一歩を導いてください。どうか自分勝手に歩こうとしたり、またあなたがどんな時も共にいてくださるということをつい忘れて寂しくなったりしないように、 あなたの例によって私たちを強めて一歩一歩を確かに進ませてください。そしてあなたがそのように私たちを愛してくださっているように私たちが他の人を愛することができるように失敗はたくさんしてしまいますけれども諦めないで続けられるようにどうか私たちを助けてください。 主イエス様、あなたのお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン